皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。日が暮れるのが早くなりましたね。今6時なんですけども、夕暮れです。あれからですね、雨が続いたんでですね、おかめちゃんが出てきまして、ちょっとやれなくなっておりますんで、また夜行っております。本当は昨日カメラ持っていけばよかったんですけど、昨日結構いたんで、今日まあ持っていくつもりなんですけど、ちょっと今日は潮が悪いかもしれませんね。でもまあ頑張っていい量撮影できるように頑張りたいと思います。では量行きましょう。沖出たらもう暗いですね。もうこの黒さ、まだサブロー沖ですけど、この辺で1投目をつけてみたいと思います。よいしょ。おお、サカッとったんかな。お楽しみのところ、お邪魔してしまいましたが、あとはイラだな。9月になったらこれが出てきますね。なんて名前あったかな、山椒鬼です。視聴者さんが教えてくれました。9月になるとこれがもううじゃうじゃ出てきますね。あ、アモが途中で引っかかってる。よいしょ。なんか美味しそうな感じのコロナ入りのハモ。カニが見えてたはずだけど、反射で噛んできますね、こいつ。ローリングサンダーサルウ。腕はか、お前は。こっちもハモとカニが。おいしょ。こっちが。こっちまで。おー、1キロじゃん、こいつ。1キロあったら嬉しいんですけど。うんがね。本命、こちらも下がってたんでしょうね。本命セット。あ、下がってないな。これは、引き出しで下がってはなかったようです。もう一丁ハモさ、こんな枝もおまけでいただきました。流木はたまに持って帰って、買うと高いので持って帰っております。いいのが当たったんですけど、これを奥さんが家具にします。秋小口になったら、神へ行ったら、砂地の方へ行ったら、大凧の、自分たちキコリと呼んでるんですけど、これぐらいのサイズの大凧がいるんですけど、それがいるかなと思ったけど、いませんでした。ちょっと時期が早いの、遅れてるんかもしれませんし、まあちょっと漁場が悪いのかもしれませんけど、カニさんが1つ、2つ、3つ、4つ、よいしょ。まあこっちは閉めればいいんで簡単なんですけど、ハモは生けてくれないと、生きてくれないといけないんで、生けてきます。感じですね。これは入ってないかも、何も。おお、でも、おお、た、おお、ハモに、ハモに出る。見事に。これがね、もう少し大きかったらいいんですけどね。これの大きいのがちょっといると思ったんですけど、でもまあいるのはいるっぽいですね。成長が遅れとんのかな。あと9月になったらこれが出てきますね。自分たちは六兵衛とか、ビンキレって呼んでますけど。唐揚げとか煮付けでよく食べますけど、自分は刺身が好きです。これの大凧ちょっと小さすぎますね。これは、あ、いいところこの見え出しましたよ。9月に入って、毎年なんか9月だったんですけど、今頃はもう8月の終わりには見え出してます。いい凧は毎年も深いところにはなんかいなさそうなんで、小川この中に貝がいるんですよね。こうホトトギス貝13メートルをこの間通したら見事に食らいまして、上がらなくなりました。14メーターでは見たことないんで、13メートル大丈夫と思って安心していったら、もう思いっきり上がらなくなりまして、もう網切りました。こっちも小川が入っとりますね。ハモだけか、カニおったおった。おお、ハモだらけですね。これ結構おるな。あ、去年もそうでしたけど、あれですね、ハモが、大きなハモが秋になったら入ってきますね。こっちに丘に2つおりましたね。ナイスだ。ちょっと咳出しですけど、いやー、もう1本出てきました。ハモ、魚はこれだけかな。あとはカニですかね。あとはジャコ類、エイです。エイの骨。上り潮に行き始めました。上りが行き出すとですね、海藻がもういっぱい入りますからね。上りの方が底潮があんまり動いてないんでしょうね。これが入り出すということはもう沈殿してるってことですから、
なのでちょっと入りが悪くなるかもしれません。今日一日登り潮なんであんまりいい潮じゃないですね。帰りの最後がちょっと下り潮。お、跳ね。いやー、流しこぎすぎたか。生きてくれるとすごいいいんですけど。お、カニもおるし。お、カニめっちゃおるやないか。片身2枚で。ほんで2枚だけなんですかね。登りあんまりいませんって言ったら登りの方が良かったりしてこれ。なんやかんやおるじゃないですか。ちょっとびっくりしてますけど。うわ、カニもおるし。カニも落ちてくるし。石狩もおるし。めっちゃいいじゃないですか。タコもおるし。あ、でもタコちょっと小さいかな。おー、ギリ拾えるか。いや、ちょっと羽を急いでいけたい。羽、夏は値段いいんですよね。なのでちょっと急いで行けたいとこです。これはよいしょ、よっこいせ。今日はいい潮じゃないんです。今から登れないでいないかもしれませんって言ったらいるというね。まあ自分が一番びっくりしてますけど、意外に海藻も入らないですね。もう取れたのかもしれませんね。だいぶ日にち経ってるんで、台風からのうち。カニさんも2つ、モスが3つ、イベと石ガニ。まだこんなから出てくる。あ、イイダコが。イイダコ結構。よいしょ。潮が干潮に行ってる時に、瀬戸内海ではあの東側に潮が流れますので、それを上り潮と言っております。今日は今のところいつもよりハモも多いですね。今5番やりましたけど、今のところこれが。どこ側かな。ここ面がね、面がねですね。おるな。今日は潮が悪いのでいないかもしれませんって言ったんですけど、いますね。なんか本がねもおるし。去年はこれがめっちゃ湧きましたけどね、今年はあんまり見ませんね。なんかハモも見えたような気がしたんですけど、見えたと思ったんですけどね、気のせいかな。いやー、スイカの1本。うわ、また羽続きでかっ。うわ、めっちゃおるな。何これ、何事、でかっ。ハモもおるし、ヒレが引っかかってますけど、あれは取れませんね。ちょうど今上り潮が行き出したばっかりなんですけど、上り返しってずっと魚いなかったんですよね。ここ何ヶ月も一時良くなった時はありましたけど、それでもダメでしたけど、なんと今日は上り返しで、今上りちょうど行き出したばっかりなんですけど、魚っ気がすごいな。けどハモがどっか行ったはずなんですが、これだけか。気のせいだったんかな。まあ多分1日は続かないんで、こういういい時間を早めに動かないといけないんですけど、早く洗っていけて見つけたいと思います。朝なくなった瞬間これですからね。ね、そうやって言ったら今度次の雨から青さだらけなんでしょうね。いないことはないんですけど、いつもたまたま撮影日にはいない羽が今日はなんと2本。しかも1本いい方ですね。もう新規でしょう、これは。お、さすがにもう少なくなりましたか。のぶりが行き出した最初だけ良かっただけか。お、さすがにもう。あ、でもなんかこっちに固まって入ってる風な感じが。ダメじゃなかった。めっちゃおるやん。なんなこりゃ。他にもおるし、いいマジ。いやー、全然ダメじゃなかった。この丸々とこういうキビレジヌ、すごいな。こんな太ったキビレジヌ初めて見たかも。キビレジヌってなんか痩せてるイメージですけど、早く開ければいいんですけど、まあ焦げるんで15分から20分の間漕いでます。ガサきついとですね、もっと紙に折るともうガサきついんで、とんでもない10分漕げないぐらいになりますけど、ここならまだ焦げるんで長く。さて行きますか。また水草。さいますね、カニ。メスしかも硬い、珍しい。弱いかと思ったけど、魚は消えましたね。でもよいしょ、石金ちゃん。
カニだけになりましたね。ハモが消えましたね。2秒もなんか2秒でも濃い。チームも行ったし。はい。おタコさ、ちっちゃい。最近タコさ、2月になると出てきますね。自分が行き出した19年前は8月だったんですけどね。カメラ回すの忘れてました。カニさんがタコにやられて、ちょっと爪離さないようによろしくお願い。よいしょ。沢周りにカニ寄ってますな。もう完全に沢周りにカニ寄っとるな。これおー、またタコ、タコが落ちてこない。カニが無事よかった。タコとイチだとカニが無事でないことが多いんで、っていうかどんだけ取らすんだカニ、すごいなと。今日は一番15分ぐらいで上げてますけど、これ以上神へ寄ると10分未満で上げないといけなくなるんで、今日はもうこの辺でやりたいと思いますね。昨日は10分で上げないといけない方行って頑張ったんですけど、2日連続はきついんで、もう今日はもうこの辺で、というかもうこれだけ行ったらここ離れるわけにいかない状態です。いやほんまにおるな。では最後にそばの根の方をこすって帰りましょうかね。よく頑張りました今日も。9月の前半ちょっと天気が悪かったんでみんな休んでたんですけど、今日はさすがに天気がいいのでみんな出てますね。なんかちょっとホットトキスがいっちゃってる感じがあるんですけど、逃げの声は聞こえてますけど、ここに寄り集まってますね。ちょっとずつ以外はちょっとびっくりしたけど、これはすごいな。なんかでもこれ柔らっぽいですね。柔らでな、1つ2つ3つ、これペアでいたんでしょうね。さっきの柔ら回して、うわびっくりしたな。うわうわ、最後にこっちまで取らせていただいて、しかもでっけ、これ2キロ超えてるでしょ絶対。これはもう絶対2キロ超えてるでしょ、いくらなんでも。こっちも1キロありそうですけど、ギリないかな。さあ今日はなかなか良かったんじゃないでしょうか。もう一つカニが置いたはずですけど、ここ行った、あっち。では帰ります。疲れました、腰が砕ける。なんと今日は2部まで置いて、残念なことといえばどうだかが死んじゃったことだけですね。今日の漁はどうでしたか。昨日カメラ持って行けばよかったって言ったやん、うん、今日で正解でした、持って行く日、そんなに、そんなに今日のがすごかった。やった、なんかいろいろと撮れ高がいろいろ撮影できた。チンヌーこちさん、こちさんまで、うん、チンヌーやハーブ石ガニ全然もらんかったのにな。また増えだした石ガニ。
一旦消えたのかな、うん、青さが飛んだけんかな。あとはエビになってこれはもうジャコエビですな。クルマエビが2つ深み大きいが9月なんで遠慮なしに外子を拾ったというのもありますけど1つ2つ3つおなんと今日は3つ重い腰が歌うすごい生きてる出ます。山下さんにもらったエア抜き針がなくなったんやな。どこ行ったんかわからん。今日はグッドでした。やったね。よし。そして37501はついに限界を超えました。あら、結構な。もう本当に終わり。もったいな。限界を超えてしまいました。もう本当にリペアですな。そうですね。